植物の茎は光の明るい側に向かって成長し、根は重力方向に向かって成長します。植物が環境刺激の方向性を識別し、成長方向を変化させる性質を屈性と言います。植物はどのようにして光屈性、重力屈性を発現するのでしょうか。一般には細胞身長を調節する植物ホルモンオーキシンが刺激の方向に従って輸送され濃度勾配を形成し、濃度に応答した細胞身長差を生み出して、その結果細胞の集まりである胚軸や根といった器官全体の屈曲成長を引き起こすと考えられています。オーキシン横輸送による濃度勾配形成が屈性を誘導する。この考え方をコロドニー・ウエント説と言います。高校の教科書でも説明されている有名な説です。さて、植物の根が光を避けるように成長する負の光屈性の場合、根は光を避けて成長しようとするのと同時に重力方向に従って成長しようとするため、結果として斜めに成長します。この時オーキシンはどちら側に蓄積するのでしょうか。教科書で書かれている通り、光屈性を誘導する時には影側に蓄積するのでしょうか。私たちはオーキシンが蓄積すると細胞内で分解される蛍光タンパク質 D2B ナスを用いてオーキシンの分布パターンを調べました。芽生えをまっすぐに成長させたときは、根の両側に均等に蛍光タンパク質が観察されます。90度傾けて重力刺激を与えたときには、下側の蛍光が消失します。教科書で示されている通り、オーキシンが屈曲する側の下側に蓄積していることを示しています。光屈性の場合はどうでしょう。驚いたことに、影側で D2B ナスは分解されない。つまり、教科書で書かれたような影側でのオーキシン蓄積が実際には起こりませんでした。むしろ光照射側で若干蛍光タンパク質が減少している様子が観察されました。私たちは光照射側におけるオーキシン蓄積は重力屈性の結果に過ぎないのではないかという仮説を立てました。光屈性により根が傾くと、根端コルメラ細胞内のデンプン流の重力方向への移動が誘発され、根の重力屈性応答が開始し、下側、すなわち光照射側にオーキシン蓄積が起きたのではないかと考えたのです。そこで次に、デンプン流が形成できず根の重力屈性が弱くなった PGM 突然変異体を調べました。この変異体は根の重力屈性が弱い分、光屈性による屈曲角度が大きくなります。一方、D2B ナスの蛍光分布は光照射側と影側で差がなくなりました。つまり、根の光屈性はオーキシン不均等勾配形成が起きない方がよく曲がることが分かったのです。そして、オーキシンの整合性活性が低下した変異体やオーキシンの働きを抑える薬剤を処理した野生型の根の光屈性を観察したところ、どちらも根の光屈性を損なうことなく、むしろ重力屈性を阻害した分だけ光屈性が強くなりました。胚軸の光屈性や根の重力屈性で証明されたコロドニー・ウエント説は根の光屈性には適用できませんでした。つまり、
根の光屈性はオーキシンとは異なる未だ明らかになっていない新しい発生・成長ロジックによって誘導されることが分かったのです。今後の研究が楽しみです。